メタミドホスは有機リン化合物で農薬殺虫剤の一種である。殺虫効果のある生物種は比較的多く、その効果も高いが同時に人への有害性も強い。1964年に西ドイツのバイエルが開発した殺虫剤である。翌1965年にアメリカ合衆国のシェブロンが別の製法で特許を取得している。日本では 毒性が高いと判断されて農薬取締法に登録されておらず農薬や殺虫剤として使用することはできない。中国、アメリカ、南米、オーストラリアなどでは昆虫やダニ類にも効果が高いためかつては後半に使用されていた。メタミドホス製剤の商品名としては世界で高いシェアを有するドイツバイエルのタマロンやモニターが著名である。 純品は無色の針状結晶。工業的には、顔料68%以上、または70%以上の黄色い年長液として製造され、農薬としては30%から50%の水溶液で流通することが多かったが、3%、流剤も製造されていた。水、アルコール、アセトン等に通う。ベンゼンやキシレンへの溶解度は低く、ジクロルメタン。 エーテル、ガソリンへの溶解度はさらに低い。加水分解で生じるメタンチオールによる独特の匂いがある。目に刺激性がある。なお、農薬として使用されているアセフェートの加水分解によってメタミドホスが生じる。まず3、塩化リンと硫黄を反応させて塩化チオホスホリルを得、次にメタノールでエステル化する。オーメチルホスホロジクロロチオエートを トリエチルアミンなどの酸級アミンの存在下で加熱して、メチル元をイオン原市場に転移させてから、メタノール及びアンモニアと化学反応させる方法と、O、O ジメチルホスホロクロロチオへとをまずアンモニア、もしくはアンモニア水と反応させて、アミド化してから、後でジメチル硫酸等を触媒として、メチル元をイオン原市場に転移反応させる方法がある。 農業用の殺虫剤として稲、小麦、トウモロコシ、綿花などのアブラ油虫、横ンカ、イネ稲ザミウマ、ニカ名ガ、コブノイチ一文字セセリ、ヤガなどの防除に用いる。また、殺ダニ剤としても用いられる。しかし使用が許可されている農作物の種類は規制されており、国によって異なる。国際的な基準としては、コーデックス委員会で定められた。 残留基準値がある。この中では乾燥ホップ 25ppm、アルルファルファ飼料 2ppm、メキャベツキュウリレタス 1ppm、ナタネ 0.1ppm などが定められている。中華人民共和国では、高毒性農薬であるとして野菜、キノコ、茶、果樹、生薬、家庭内の衛生害虫家畜への使用は禁じられてきた。また、 有機林系農薬の最大許容残留量を、穀物、野菜及び果物、食用植物油に分けて定めているが、メタミドホスについては野菜などには使用禁止のため、使用が認められている穀物に関して 0.1ppm 以下という残留基準しかない。検査はガスクロマトグラフによって行うことが、中国国家規格に定められている。しかしながら、 1990年代より使用が禁止されているはずの野菜や果物に使用し、それが残留して中毒を起こす事例が多発したため、中国政府の関係部門は1995年頃より使用禁止を検討するようになった。例えば、広東省杭州市では1995年から野菜栽培地域でのメタミドホスの販売と使用を禁止し、2001年10月からは、 自然域で販売と使用を禁止した。2003年12月30日には中国、農業省が全国を対象に段階的に制限する通達を出した。これにより2004年1月1日からメタミドホス、パラチオン、メチルパラチオン、モノクロトホス、ホスファミドンの5種類の高い毒性を有する有機輪系製剤の製造許可証を取り消し、同年6月30日から 中国国内での製剤の販売と使用を禁止した。ついで2005年1月1日より、メタミドホスなどの高い毒性を有する有機林系五種の、原体製造企業を除く、製剤製造企業の製剤登録を抹消し、同時に、原体製造企業の製品の使用範囲を免課、稲、トウモロコシ、小麦の4作物のみに縮小させた。2007年1月1日からは、 国内全域で農業での使用と販売を禁止。2008年1月9日からはすでに契約済みの輸出向け製品を除いて生産も禁止したが、同年2月15日に共同通信の日本人記者がメタミドホスを中国国内で購入、所持していたとして、河北省当局に拘束されるなど違法な購入は可能な状況であった。2009年からは輸出向けも含めて、 すべての生産が禁止された。また、日本では過去に中国からの輸入品を中心に、蕎麦や霊酒などで残留基準値を超えるメタミドホスが検出されている。農薬取締法により、農薬として使うには、毒性などの多くの試験が必要となるが、農薬登録には至っておらず、使用は禁止されている。しかし、登録農薬であるアセフェートの加水分解で、 生成すること、世界でメタミドホスが使用されていることから、いくつかの食品について残留農薬の規制値が設定されている。また、規制値が設定されていない食品については、残留農薬等に関するポジティブリスト制度によって 0.01ppm が設定されている。アメリカでは1996年に食品品質保護法が制定され、 その結果、有機ン系農薬について規制値の大幅な見直しが行われた。現在、ブロッコリー、キャベツ、キュウリ、ナス、レタス、トマト、ジャガイモなどに残留基準値が設定されている。主に使用されているのはジャガイモである。脳内にあるシナプスで興奮を伝達する役目を果たす、神経伝達物質アセチルコリンを分解する、コリンエステラーゼの活性阻害作用がある。 人が接種すると興奮が連続して伝えられ続け、神経生理機能に障害を与える。接種から約1日の間に症状が出て、数日間続く。大きい、嘔吐、腹痛、下痢、流涎、頭痛、めまい、脱力など。吸入では鼻水、胸は効くまんなど。視界がぼやけ、宿道、流類、肝痛、強調運動障害、路列障害。 重篤な場合は、呼吸中枢の障害、呼吸筋麻痺、気道不臭などにより排水腫、呼吸困難、混迷を引き起こししに至る。これらは、典型的な有機リン化合物の中毒症状であり、同じく有機リン化合物であるサリンの中毒によっても、同様の症状が発生する。ただし、サリンは、メタミドホスと比較して桁違いに毒性は高い。 長期曝露で、ニューロパチーが後遺症として残る場合がある。治療は曝露の形態によるが、まず二次曝露を防ぐため除染を行う。蛍光曝露なら、サイトは近期であり、消化管内の未吸収物を吸着するために、活性炭を蛍光投与する。結晶コリンエステラーゼ活性を測定し、重症例には、アトルピン硫酸塩やプラリドキシム用カメチルを常脈内注射する。 軌道浮腫や排水種の兆候があれば気管相関を行う。蛍光毒性を半数値資料で表すと、ラットの場合は 7.5mgkg、ウサギの場合は 10mgkg、マウスおよびモルモットの場合は 30mgkg である。また、蛍光投与における、ラットの LD50 は16から 21mgkg とのデータもある。 人間の傾向毒性については、専門家の談話として、LD50 が3 0ログラム程度であるとの報道がなされた。人間に対する無毒性量は0 0 4ログラム日とされている。また、魚毒性も指摘されている。日本では2008年1月現在、毒撃物取締法における指定は受けていない。アメリカでは、広範囲に、 空中散布される場合もあり、作業者よりも周辺住民から安全性に対する器具の声が上げられている。メタミドホスの半減期は以下の通りとする知見がある。ありがとうございます。